100年記念塔は北海道の歴史を象徴する歴史的建造物です。多くの人々が100年記念塔を守りたいと思い、多数の署名が集まっております。50年前の昔、北海道庁は赤レンガ庁舎も解体しようとしておりました。しかし当時の町村金吾知事はこれを撤回し、赤レンガをしっかりと補修し、現在北海道を代表する歴史文化遺産となっております。今鈴木直道知事は100年記念塔を壊そうとしております。町村金吾知事の素晴らしい判断を見習い、鈴木知事は100年記念塔を壊さないようにお願いをいたします。100年記念塔を解体してほしくないという署名が北海道庁に出されておりますが、北海道庁はこれを無視しております。100年記念塔解体に反対をいたします。この大切な100年記念塔をみんなで守りましょう。100年記念塔の建築費の半分は北海道民の寄付でできております。今北海道庁は古くなったということを理由にして100年記念塔を壊そうとしております。しかし北海道庁は守り伝えるための努力をしてきたのでしょうか。道民の思いを大切にしてくれているのでしょうか。ほとんど補修費用をつけずにほったらかしにしていたとも言われております。100年記念塔解体に反対をいたします。北海道庁の責任を追及していきましょう。鈴木知事も東京都、具体的には埼玉出身だったと思いますが、私も同じくもともと北海道の出身ではありません。当該者であるからこそ、私はむしろ北海道の歴史に対する敬意をしっかり持たなければならない。まして知事という北海道政のトップ、そして北海道を代表するという立場でありますから、私は北海道の歴史をしっかり考えていただきたいと思っております。しかし鈴木知事はむしろ100年記念塔解体の方に歩を進めておられるということで、昔の町村金吾知事の護衛団に習っていただき、私はしっかりと解体についてノーという方針を立てていただきたいと思っております。大通りのテレビ塔は100年記念塔よりも10年も古いのに、壊れたとか古くなったということは言われたことありません。本来展望台に上るエレベーターが登れなくなった時点に、私は北海道議会はもう少し議論を深めてほしかったと思います。民間マンションでエレベーターが壊れたりしたら大問題です。そもそも管理者として適正な予算をつけ、そしてしっかりとした管理をしていたのかということそのものが問われなければならない。むしろ古くなった老朽化したということであるならば、それは行政の怠慢ではないか、北海道庁は一体何をしていたんだというのが、私はこれは議会の然るべき議論だと思っております。なぜならば同じ年に作られた大阪万博の太陽の塔はしっかり整備がされて、今は中を見ることができ、北海道庁のやっている100年記念塔のようなずさんな管理をしている自治体はありません。熊本県は災害にあっても5年もかけて熊本城の城壁を修復し、熊本城を残しました。多くの自治体では歴史的建物というのを非常に大切にしております。しかしそれに翻って北海道庁はどうなんでしょうか。50年前は赤レンガ庁舎も解体しようとしていた。そして赤レンガ庁舎はさすがにストップがかかったので、今度は新しい題材として100年記念塔を持ち出して解体しようとしております。
私たち新党国盛、そして国盛州北海道は100年記念塔解体に反対します。鈴木知事の歴史に対する敬意、そして100年を記念して建てられた当時の事情というのをしっかり勉強していただいて、どういう思いで道民が100年記念塔に対して思いを寄せて建てているのか、今私たちの他の仲間の人たちでも100年記念塔解体という解体反対に対する意見が広がっておりまして、どうにか北海道新聞に一面広告を出そうということでクラウドファンディングをやったりしております。これは第1回目のクラウドファンディングは目標を達成しておりまして、100年記念塔に対する北海道民の思いが非常に深いというのが分かるところであります。今私たちが開拓の大変な血と涙と本当に苦労の滲む努力によって、この近代的で便利な生活を営むことができます。それをあたかもなかったかのような振る舞い、それを逃走したい当時思った50年前の農民が皮膚も半分も集めてきた100年記念塔をなぜ簡単に北海道庁は壊そうとしているのか、その状況という、私は同じく行政で勤めておりましたので、非常に行政の不作、怠慢、全くみっともない方針だと思っております。ぜひ皆さんに期待を寄せたいのは、北海道庁で勤めている人たちの中にも真剣に北海道のために働いておられる方もおられると思っております。その北海道の公務員として、職員としての誇りとして、子どもたちに歴史を残すために100年記念塔について町内でもしっかりと議論を変えてほしいと切に願います。どうか若い知事、鈴木知事は大変若い、しかし北海道の歴史についてどこまで考えがあるのか、この100年記念塔解体の話について、これは私が聞いた話でありますが、100年記念塔解体に反対する経済人が質問したところ、とてもとんちんかんな感じであった。よく理由や理屈や、そしてどういう経緯なのか、そして100年記念塔解体に反対する人たちの思いというのがどこにあるのか理解されているような感じではなかったと、非常にがっかりしておられました。100年記念塔を解体するというのは、歴史的な北海道の歴史的な思考というか思い、考え、そして北海道の歴史をどう考えるかという、そういう全ての思考につながる極めて大事な大きな判断になると思っております。ぜひ鈴木知事にはご一行いただき、100年記念塔に対して今少しずつ北海道の中で100年記念塔解体の声が上がっていることを真摯に受け止めていただきたい。多くの人は本当に北海道庁が古くなって困ってるんだったらというぐらいな善意な気持ちで受け止めている。そしてむしろ知らない人も多数います。なぜ北海道庁は説明責任をきちんと尽くさないのか、それは100年記念塔が解体されるということを多くの人が知ってしまったら、むしろ反対の声が強くなるというのを恐れているんじゃないでしょうか。そして建築有志の方々が指摘をしている通り、全く老朽化、古くなったという理由で今段階で壊す状況にはない、そんな危険な状況ではない、もともとコールテンという素材含めてしっかりとした、もともとやや茶色くなっていくことも含めて当初から建てられたものであり、むしろ錆びているような感じが一方でする一方で、そういうことによって強度が増す素材でもあるというふうに言っております。もともとの設計者も長いことを持つことを前提に、そして適切な管理や修復やメンテナンスをすれば今後100年も持つということで建てられているとも聞いております。であるならば北海道庁は本当に適切な管理や修復をしてきたのかということが問われるはずです。
それを北海道庁は一方的に老朽化した、古くなったと言いますが、繰り返しますが、大通りのテレビ塔は100年記念塔よりも古いけれども、一向に古くなったと言われたことはありません。壊そうという議論にもなっていません。同じ時期に建てられた太陽の塔も、古くなったという議論が高まったときに、すぐに修復して、今は中を見るほど、見れるほど、しっかりとした建物として蘇っています。なぜ47都道府県の中で北海道庁が二の一番に自らの負託を受けた100年記念塔という歴史的建造物を壊そうとしているのか、予算をつけて破壊しようとしているのか、解体というと優しい言葉でありますが、災害にあったわけでもない、そして壊れたものでもない建物を予算をつけてまで壊そうとしている北海道庁に、私は異常な、ある意味で政治的なイデオロギーを感じて、いぶかしく思っております。100年記念塔解体に栗森衆、そして新党栗森は最終最後まで反対をしてさせていただきます。連日私たちができる範囲で100年記念塔の解体反対のための凱旋活動、流し凱旋、そして多くの私たちが関わっているチャンネル桜北海道等で訴えを続けさせていただきます。鈴木知事には、町村金吾知事と見習っていただいて、しっかりとした英断を期待したいと思います。こちらは国盛州、そして新党国盛州北海道でございます。本日はお昼の前の凱旋活動を、お昼休み中の凱旋活動を開催させていただいておりますが、私たちは時間のある限りこちらでお伝えさせていただきます。ぜひ同庁の中でも心ある人はしっかりと考えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私は国盛州北海道代表の本間奈々でございます。皆さん、今100年記念塔が解体されようとしていることをご存知ですか。100年記念塔が古くなった、老朽化したという理由で、北海道庁は100年記念塔を来年2022年に解体しようとしています。専門家はそこまで古くはないと北海道庁に意見を出しております。大通公園のテレビ塔は100年記念塔より10年も古いのに問題にはなっておりません。100年記念塔を解体してほしくないという署名が北海道庁に押されていますが、北海道庁は無視をしております。100年記念塔解体に反対します。100年記念塔をみんなで守りましょう。こちらは国盛州北海道新党国盛の広報宣伝カーです。私は国盛州北海道代表の本間奈々でございます。私たちは北海道の歴史を大事に思う保守の活動団体です。私たちは100年記念塔を壊そうとしている北海道庁の方針に反対しております。この100年記念塔を学校の校歌に入れているところが多数あります。厚別では厚別東小学校、厚別北小学校、厚別通り小学校、厚別北中学校、もみじ台南中学校、もみじ台中学校、江別でも文教大小学校、大浅東中学校、北海道大浅高校、大浅中学校が校歌の中に100年記念塔を歌っております。この100年記念塔が入った校歌を歌っている子どもたち、育った人たちの誇りある100年記念塔をなぜ壊すのでしょうか。大人は説明できますか。北海道庁は古くなった、老朽化したと言っていますが、北海道庁はほとんど100年記念塔のメンテナンスをしておりません。むしろ北海道庁の怠慢なのではないでしょうか。100年記念塔解体に反対します。100年記念塔をみんなで守りましょう。そして100年記念塔と同じ年に大阪万博で作られた太陽の塔はしっかりと整備がされて、今は中を見ることができます。しかし北海道の100年記念塔は壊れてもいない、壊れてもいない、災害にあったわけでもないのに予算をつけてまで壊されようとしております。今大通公園のテレビ塔がありますが、100年記念塔よりも
大通りのテレビ塔は10年も古く建てられているのに、老朽化や解体といった話は出てきておりません。なぜ100年記念塔だけが、同じ年に作られた大阪万博の太陽の塔も修復されたのに、北海道の100年記念塔だけが壊されようとしているのでしょうか。多くの町では歴史的な建物を大事にしています。今も100年記念塔を壊すことに反対するたくさんの署名が集まっています。私たちは100年記念塔を壊すのは反対です。100年記念塔を守っていきましょう。自らの主義主張を一方的に書いている北海道新聞、あなた方は公平中立性を求められるメディアという立場をかなぐりして、一方的に気に入らない意見についてはヘイトだ差別だとベッテル割りをし、そして報じない自由を堂々と行使しております。ここでも何回でも言っておりますが、今北海道では土地が中国人にたくさん買われています。一説によると北海道の土地の1割が中国人に買い進められている。土地の爆買いというのが今日本中で問題になっており、そして日本の全国紙である産経新聞は北海道が危ない、北海道の土地の1割が中国に買われていると警告を発しているわけですが、私はこの北海道新聞がその北海道の土地が買われているという問題について真正面に取り組んだこともなければ、一行たりとて報道していないことを知っております。なぜ全国の新聞が北海道の土地が中国人に買われまくっている水源の、そして自衛隊の基地の周辺、そして私も仕事場にしております新千歳空港の極めて危険な安全保障上大事な土地を中国人が買いまくっていることについて、北海道新聞はなぜ一行たりとて報道しないんでしょうか。あなた方は北海道の新聞なんでしょうか。読んでると中国のためにこびへつらっている新聞にしか見えません。一説によりますと、現在ニセコでこのサンシティグループは一部開業をしております。このサンシティグループのやっている商売というのは1泊300万円、そして7日間分の前金を払ってもらう、まあ、かけたら2100万ですよ。2100万必ず取るという、まあ、あたかもすごいセレブというかお金持ちのような気がしますが、やってること世界中でロシアやマカオやそしてアジアで展開しているのは完全にカジノです。マネーロンダリングをやってると指摘をされています。オーストラリアからは入国禁止です。こんな日本のヤクザもびっくりのマカオのマフィアが北海道に来ることに対して、なぜ北海道新聞はその真実を追求しないんでしょうか。ニセコやクッチャンの普通に暮らしている人から見たら、まあ、私たちはそこに直接今住んでいなくても北海道にマカオのマフィアが来るのはとっても怖いことだと思います。その危険性を北海道新聞はやはり同じく一行たりとでその真実を追求することがありません。サンシティグループはいずれ問題になります。中国共産党がバックについたマネーロンダリングをするこのマフィアがニセコに来ていることについて報道しない北海道新聞は、北海道のために何を論じようとしているんでしょうか。中国の宣伝機関なんでしょうか。繰り返しになりますが、北海道新聞がこの中国の土地の爆買い、北海道で土地を買いまくっていたり、マカオのマフィアがニセコに400億の投資をして、和歌山県ではしっかり排除されて、アメリカからもマフィア指定され、オーストラリアからも入国禁止されているような法人に対して内情をしっかりと報道しようとしない、報道しない自由を堂々と行使していることについて、私は道民として実際北海道新聞読んでいますから、買ってますから苦情を申し上げたいと思います。これが新聞なんでしょうか。私からすると
特定の中国あるいはトコアと言われている北朝鮮や韓国については非常に友好的で、そして問題があることについては一切論じない北海道新聞、そして必要なことについては一行たりとて書かない新聞、こんなのがメディアと言えるのか、私からすると特定活動家のビラ新聞にしか見えません。本当にこのマカオのマフィアのサンシティグループが北海道に来ていいと思ってるんですか。和歌山県知事はしっかり排除しました。それはアメリカから反射して、つまり中国共産党がバックについたマフィアであると、アメリカの新聞は報道しています。オーストラリアではこのサンシティグループのトップは入国禁止です。その入国禁止を欧米各国から食らっているサンシティグループがなぜちょろちょろ北海道のニセコやクッキャにやってくるのか、それを命がけでも、それこそ不法侵入するぐらいの勇気があるんだったら、そのマカオのマフィアのところに行って報道したらどうでしょうか。それが本当の私は勇気だと思います。怖さを持ってしてでもそこまでやるならば根性を買いますが、旭川以来の単にパワハラだかなんだかを面白おかしく取り上げたいがために、若い女性記者、おそらくほとんど社会経験もないままに上司に言われて入ったんだと思いますが、それに対して御社北海道新聞はどう責任を取るのか。あなた方はある意味で公共性があるんですから、しっかりと責任を持って取り組んでほしいと思います。書きたいことだけ書き、そして責任を取らないやつというのは非常に卑怯であると思います。それを私たち国盛衆、新党国盛は追及をしていきます。本日北海道新聞の働いている記者の皆さんの中には私も知っていますが、まともな記者もいますけれども、変な記者もおられるし、そしてむしろ上に行けば行くほど変な編集方針があるのかなということを思うものですから、本日は北海道新聞社前にて凱旋活動を展開させていただいております。これからも嫌でしょうが何回か北海道新聞の責任については追及していきます。特に女性記者が捕まった件は、まあ、一つの刑事事件で収まる話ではありますが、中国が北海道を買いまくっている事実であるとか、マフィア、マカオのマフィアであるサンシティグループが北海道のニセコに9月からホテル建設に着手するという話が出ておりますが、これは400億円の投資です。一回入り込んだら彼らはそんなやすやすとは帰りません。そして彼らの特徴としては、自らのグループの社員を連れてくるということを言われております。つまりニセコクッチャンは今でもあれがニセコなんだろうか北海道なんだろうかと言われておりますが、確実にニセコはチャイナタウン化するんですよ。それもアメリカからマフィア認定され、オーストラリアから入国禁止をされている企業をなぜ入れるのか、それについての追及を北海道新聞はジャーナリストとしてしっかりとやりなさい、それを伝えておきます。こちらは新党国盛、国盛州北海道街頭演説を開催させていただいております。